こんばんは。ようこそ初耳怪談ファーストテイクへ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。そして本日も先週に引き続きスペシャルゲストの方お越しいただいております。大月健二さんです。お願いいたします。まあでも本当オカルト全般の造形めちゃめちゃね、深いんですけども、なんか最近では身近な方でちょっとこう、面白系の、なんかその都市伝説、いやと言いますかね、僕はバッチリ、70年代オカルト世代なんですよ。ノストラダムスの大予言も信じていた世代だったし、そして口裂け女、口裂け女が大ブームになった頃小学校の 3,4 年だったんですよ。一番ど真ん中です、ど真ん中ですよ、まず母親だった。家に帰ってきたら母親がケンちゃん口裂け女っていうのがいて、今近くまで来てるわよ口がここまで裂けていて私って綺麗って言うのよって言って、西武新宿線の野方駅って野方っていうところで育ったんですけれども、母曰く今沼袋まで来てるわよそんなピンポイントで。沼袋っていうのは西武新宿線の野方の隣の駅で、歩いても10分ぐらいですね。電車なら2分ですよ。そこまで来てる最寄りの駅の1個前まで来てるわけですね。来てる、もう避けようないですよっていう。でも会わなかった。なんでかなと思って、西武新宿線っていうのは西武新宿で急行に乗っちゃうと野方を越えて鷺宮に着くんですよだから沼袋野方越えたんじゃねえかなと思うんですよね先ほどまず電車乗ってないと思うそうなんですよ。だって走ったらめちゃめちゃ速いんですから。うん、そういう説もありますね。だって6秒台で走る 100m って話ありましたよね。うん、ありました。口裂け女、あれ都市伝説どこから来たかっていうので、岐阜県の奥の方からっていう定説になってますよね。ありますよね。だからもともとね、そのちょうど日本のど真ん中で、そのね噂がこう広まって、西と東にどんな感じで広がっていくかっていうね、その噂のこう進行の速度を CIA が実はこれをね実験として使ってた、だから噂を流したんだっていう説もありましたよね。ありました。あとはなんかこう当時ね塾がすごく流行ってたと、その時に塾に通わすことができないちょっと貧しい家庭のお母さんが、いやいや塾なんか行って帰りが遅くなると口裂け女が出るんだよ、だから塾なんか行かない方がいいんだよっていう言い訳として流行らせたら広まったとかね、いろんな説ありましたよね。いろんなのありました。あ、そうだ、またどうせカットの話していいですかそんなことないです、もう全部使わせていただきます本当に僕、ある雑誌でウェブムーっていうところでね、連載をしてるんですけれど、それでこれで心霊写真の話書きまして、心霊写真っていうか子供の頃怖くてしょうがなかったんですよ。あまりに怖かったので、心霊写真というものを怖くなくするにはどうすればいいかっていうので、卒業写真って曲あるじゃないですか。あります、ユーミンの、あの卒業の部分を心霊って言い換えてで歌うと結構怖くて泣けていい曲になるって言ってね。どんな歌詞でしたっけあれ。あ、でもなるほどと思いましたね。心霊写真のあの人はみたいなことですね。そうです、優しい目をしてるみたいなことですよね。全部つながるんですよ。でそのあ、これでもこれやばい、やめましょうそうです、いやこのことを書いたら、いやこれでも版権の問題があるなみたいな話になって、でいろいろ調べて、でこれはどうも替え歌の場合は当人に許可を得ないといけないっていう、いうことになって、ユーミンに許可を得なきゃいけないって話になって、それで本当にユーミンさんの方に許可を得ようとマジですかユーミンさんの、まあユーミンさん自身はお読みになってないと思うんですけど、たらほっこりするいい話ですが、それはちょっと良くないのでボツになりましたっていう話で、やはりこれ使えないのダメだ、ただ喋りたかっただけだったさあでは早速、怪談の方に行きたいと思うんですが、本日怪談話披露していただくのはガンジー横須賀さんです。おげんさん、ガンジーさんはですね、心の怪談師といいますか、ガンジーさんなんか見た目むちゃくちゃベースがうまそうな顔してます。ホームベースってことですかいや、あの楽器のベースが、楽器のベース、ありがとうございます。ベースがうまそうってどういうことですかホームベースがうまそうってそう言われたこと、振らない方が良かったですね。いや、大丈夫です、はい、多分今もう階段でいっぱいあ、そうか今もう全然頭に入ってきてないなと思うんですね、はい、確かにね、リズムキープがちゃんとできそうな、
こういう芸のリズムは全然キープできてないですけどね。すいません、よろしくお願いします。はい、はい、本日は視聴者牧村かおりんさんよりご投稿いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではガンジー横須賀さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、このかおりんさんですね、今から13年ぐらい前の話なんですけども、西池袋から練馬区の方に引っ越したみたいなんですよ。その時に恐怖な体験をしたっていうんですよね。もうその借りようとしたこのマンションなんですけどね、10階建ての7階みたいなんですけども、これがまあオートロックついてるし、宅配ボックスもついている、このテレビモニターもついていて、何よりですね、この防犯カメラの設備が整ってるっていうんですよね。それで、新築の6ヶ月で6万9000円です。破格ですよ。私も住みたいぐらいですよ、これ。でも即決みたいだったんですよね。でしばらく住んでる時は何もなかったんですけど、この2年を過ぎた更新日のあたりから、なんかおかしなことがあったって言うんですよね。それがその防犯カメラあるんですけど、これにちょっと違和感を感じたって言うんですよ。この防犯カメラが、普通はこの管理人室なんかに防犯カメラがあるんですけど、このマンションはですね、エレベーターの上にその防犯カメラのモニターがついてるって言うんですよね。そんなもんだから、その上の階、足音うるさいなと思ったら、誰だろうなと思ったら女性の方だって分かってたりするんですよ。でまあこの誰がどこの階に住んでて何号室に住んでるかまで分かるみたいなんですよね。そうなんです。でそれですね、カオリンさんもうエレベーター乗ったんですよ。でじゃあ7階ポッと押して行こうかなと思ったら、もう閉まる瞬間にダーンと、こうフードをかぶったこの男性がこう挟まりながらこう来て、おーおーおーおおお、なんだ、今はもう次行けばいいじゃんと思って思ったんですけど、ガーッと無理やり入ってきたんですね、その男性が。なんだ入ってくんだと思って、そしたらそのフードをかぶった男性がもうずっと下を向いて携帯をね、こういじってるみたいなんですよ。で携帯いじってんなと思って、で7階に着いたんですよね、この川西さんの部屋ですよ。出ようかなと思ったら、その男性がどかないんですよね。なんだこれ、もうどけよお前と思ったんですけど、おいって言ったらスーッと左に避けたんですね。でこう出て、でも2、3歩左に2、3歩行くところがそのカオニさんが住んでるところなんですけど、そのね、閉じるボタンを押さないんですって、その男性がね。でもう怖いから、なんかそのカオニさんはずっとその家の自分家を通り過ぎて壁伝いにちょっと奥の方行ったんですって。それでも動かない、フードをかぶってるから、なんかよく分からなかったんですけど、ずっと凝視をされてるような感じがしたって言うんですよね。あのままね、自分が部屋に入ったら今頃どうなってたんでしょうかっていうあれなんですけど、話はこっからなんですよね。その半年後なんですよ。カオリンさんがエレベーターにこれまた乗ろうかなと思ったらばですね、そのフードをかぶった男性がそのモニターに映ってるんですって。あれ、半年前に会った男じゃないかなと思ったら、その前に女性がいたんですよ。これがそのカオリンさんが住んでる上の階の女性だったみたいなんですけど、ああ乗ってんだなと思って、でその女性がふわーっとエレベーターを出た瞬間にですよ、その男性からもうバタフライになるカチ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 こう出したみたいですよ。おお、なんか出してる出してると思って、そのままその女性は部屋に入ろうかなと思った間際に、もう無理やりバーンと押し込まれちゃったみたいなんですよね。部屋に押し込まれちゃったんですよ。でうわーって、そのカオリさんもしばらく呆然としちゃったみたいで、おお、どうしようどうしようと思って110番かけたみたいなんですよね。で警察が来て、どうやらですね、その男性はその部屋の鍵を閉めるの忘れたみたいで、もう入っちゃったみたいです。すぐ御用になっちゃったみたいなんですよね。でその女性ですよね、救急車で運ばれるっていうことになってですね、担架に運ばれてるんですけど、ビニールシートが覆いかぶさってる。これはどうなったかは皆さんお察しくださいっていうことなんですよね。でこの事件なんですけど、この検索してもこのヒットしないんですって、これ全く。でね、これは何らかの力が動いてるんじゃないかなってこの言ってましたけども、これ理由が怨恨だっていうことで済まされてたんですけど、カオリンさんはね、これ怨恨なんかじゃねえぞと思ってるんですよね。皆さんはどうお察しいたしますかね、という出たぞピンポーン。
どうもすいません、お疲れ様でした。いくつか確認したいことがあるんですけど、はい、ごめんなさい、あのこれまあやっぱり人コアっていう人コアみたいな、ね、幽霊は出てこないですよね、はいはい、ちょっとその防犯カメラの位置がおかしいって話ありましたけど、はいはい、防犯カメラのモニターの位置がおかしいと思う。モニターの位置がおかしいってエレベーターの上のところにモニターがあるついてる。でそれが確かにエレベーターの中のモニターとかはよくあるじゃないですか、はい、じゃなくてその各部屋とかのいろんな場所の監視カメラのモニターがそこにあるってことなんですか。そうでしょう、ね、じゃあもうモニターがもういくつもあるってこと。いくつも、これ変ですよね、うん、オートロックの意味ないですよ ね、 なんかね、うん、情報を筒抜けというかね、はい、しかもなんでそこに、だからもう本当にいわゆるテレビ局のこうサブみたいな感じで画面がいっぱいあるっていう、はい、それがエレベーターとかにあるってこと。うん、部屋数そんな多くないですかね。なんかいっぱいあったら不自然ですもんね。でも今の感じだとあの8階の、ね、映像が見えてたってことは、はい、もしかしたら各階の廊下の映像とかがこう出てるみたいなことなんですかね、うん、もう左右にこのエレベーターを出た左右に部屋があるみたいで、それが見えちゃうってことは そうなんでしょうね。各階の廊下のバーってこう全部見えるみたいな、はいはい、ってことはすごい犯罪とかが多い地域のなんか場所に立ってるからとかっていうことなんですかね。まあこうおかしな人がいるなと思って出た時に、はい、ずっと閉まるボタンを押さずにいるから、うん、はい、すぐ部屋に入ったら部屋を覚えられちゃうのやだなと思って、しばらくこう違う部屋に行ったふりして時間稼ぎしてたわけですよね。時間稼ぎして、そうなんです。でもその後8階の方は自分の部屋に入ったら犯人と思わしき男が中に入ってきて、はい、そこでナイフで、そこでやられてしまったっていうあれなんですけど、で怨恨だっていうことですよね。でも違うんじゃないかっていう、その怨恨じゃない、そのじゃないの部分がすごく気になるんですけど、うん、はい、それバリエーションいくつも考えられますけど、まあ、単純に物取りとかもあるけれど、そうですね、この愉快犯というか、それ以外のだと何があり得るんですか。それ以外ですか。これはちょっとわからないですよね。これ1個思ったのが、最後に検索してもこの事件ってヒットしないんですよっていう部分が俺ちょっとヒントになってるんじゃないかなと思ったんですけど、なんか偉い人にその事件もみ消したとか情報規制かけられてる気がするんですよ。実は何かその犯人がその殺人をするにあたって何かこう取り潰さない、上の方が抑え込んで事件をもみ消した内容なんじゃないかなって今俺は聞いて思ったんですけど、まあ、よく陰謀論で、はいはいはい、なんかそういうところであるこう一定層よりも上のね、うん、選ばれし国民たちは何かそういうことでもみ消されることがあるんだとかって話はあります、うん、その類のなんかそんな気がする、うん、ヒットしてはいけない、ヒットしても出てこないっていうところからですね、うん、なんかそう思ったんですけど、ももさんなんかいかがですか。そうですね、だからまあ最初に逃れることができた人と最後にやられてしまった人が別であるっていうことから、まあ、多分誰でも良かったんであろうっていうところと、今うちの相方言いましたけど、そういう何か、誰かの力が動いてるんだとしたら、誰でもいいけどとりあえず消して、うん、そこのマンション自体を事故物件にしたかった誰かがいるのかなとか、なんかそっち、うん、その価値を下げたいというか、そう なのかなと思ったんですよ。だからでも最初の時点で、まあ、破格で出されてるんですよね。安いですよね。 そう安いですね。そこの意味っていうのがなんかどうなのかなとか、まあ、治安が悪いから家賃が安いとかそういうことなのかなとか、だからこそ監視カメラとかがね、モニターがたくさんこうね見えてるとかね、まあ、でもあんまりそのモニターも意味があるというかっていう感じではないですよね。何のためにそんなにあるんだろうっていうところだったりすると、うーん、難しいですね。川口さんいかがですか。何か思うところありましたか。なんかモニターがそのエレベーターの前にもしいっぱいついてたら、僕だったらなんですけど、まあ、犯人の人も絶対気づくじゃないですか。その各フロアが見えてるとか、ね、エレベーターの中が見えてるとか、はい、確かに無差別だとしたら絶対そのマンション選ばないですよね、うん、そんなにモニターがたくさんあってっていう場所、はい、そうですね、うん、なんでそのマンションあえてやってるんだっていう、そう、ちょっとよくわからないサスペンス映画みたいな感じですよね、うん、だからパーツパーツは薄気味が悪いんだけれども、たくさんモニターがある、それが何のためかわからないとか、フードをかぶった男とか、あとリサーチしても出てこない、殺人事件であるとか、実際あったのかなかったのかっていうのがちょっとよくわからない
一つ一つのパーツはあるけど、それが全部絡み合ってない部分が不思議な味を出す階段だなと思いました。というわけでね、皆様いかがだったでしょうか。この番組、視聴者の皆様からですね、身の回りで起こりました不思議なお話随時募集しております。個性的な階段に揃っておりますので、ぜひ皆さんふるってご応募の方よろしくお願いいたします。というわけで本日のゲスト、大月健二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。